マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めに写真や動画でニュースをお送りするフラッシュニュースのコーナーです。今回は土浦桜まつり2024についてお送りいたします。令和6年度土浦桜まつり2024が3月20日水曜日から4月7日日曜日まで騎乗公園や桜川堤、新川沿いなどの市内の桜の名所で行われました。3月23日土曜日と24日日曜日には桜うまいもん祭りが騎乗公園で行われました。今年は桜の開花より一足早い開催となりましたが、公園内には市内外の飲食店のブースやキッチンカーが並び、訪れた人たちは美味しい食事を楽しみながら春の日の一日を満喫しました。昨日がちょっとあいにくの天気でして、ちょっとお客さんの方がいらっしゃらなかったんですけど、今日はかなりのお客さんが来場されてまして、実行委員会として喜んでおります。はい。桜2000本巡りマップというのを作りまして、キーワードを集めて応募できるようなイベントもやっておりまして、結構好評をいただいております。また公園内ではのんびりとお堀でボートに乗ったり、子どもたちがポニーの乗馬体験をしたりと楽しんでいました。猿回しが行われ、猿が竹馬を披露すると、子どもたちからも拍手が沸き起こりました。10年ぐらい前に来たことがあって、それぶりだったんですけど、なんか今日はすごく天気も良くって、お店もたくさん出てて楽しかったです。また来年以降もあったらぜひ行きたいです。すごい楽しい雰囲気で皆さんゆったりと過ごされてていいなと思ってます。ボートにぜひ乗りたかったな。ちょっとの時間的に乗れないんですけど。また川口町バス停前広場付近ではフリーマーケットやフリースケートの体験が行われ、こちらも多くの人たちでにぎわいを見せていました。残念ながらお祭りを楽しみながらのお花見はできませんでしたが、多くの人たちでにぎわっていましたね。続いてお知らせマイシティのコーナーです。今回は5月1日以降の新型コロナワクチン接種に関する問い合わせについて、フリースケート世界大会開催、デジタルサポーター募集、木造住宅の耐震化支援、新婚世帯の新生活にかかる費用を助成、ウォーキング大会、命輝く湖と田園を歩こう、高齢者の補聴器購入費助成についてお知らせします。はじめに5月1日以降の新型コロナワクチン接種に関する問い合わせについてお知らせします。コロナワクチン接種コールセンターとコロナワクチン接種対策事務所は4月30日で閉所します。5月1日以降の連絡先はご覧の通りです。なお新型コロナワクチンの無料接種は3月31日で終了しました。令和6年度からは65歳以上の方を対象に、秋ごろに有料で定期接種を実施する予定です。詳しくは健康増進課までお問い合わせください。
次にフリースケート世界大会開催についてお知らせします。5月3日金曜日から5日日曜日までうらら大屋根広場などを会場に行われます。世界レベルのパフォーマンスや技、滑りを間近で観戦できますので、ぜひ会場にお越しください。競技種目など詳しくは制作企画課までお問い合わせください。続いてデジタルサポーター募集についてお知らせします。高齢者などを対象としたスマートフォン操作方法講座などの講師やスタッフを無償で行っていただける方を募集しています。応募要件はご覧の要件をすべて満たす18歳以上の方です。ホームページの申請書兼同意書に必要事項を記入し、郵送、メール、ファックスまたは二次元コードからお申し込みください。詳しくは DX 推進課までお問い合わせください。続いて木造住宅の耐震化支援についてお知らせします。令和6年能登半島地震では多くの木造住宅が被害を受けました。特に昭和56年5月以前に建築した木造住宅は地震で倒壊する危険性が高いため耐震化を図りましょう。市ではご覧の耐震化の支援を行っていますので、ぜひご利用ください。実施予定件数など詳しくは建築指導課までお問い合わせください。続いて新婚世帯の新生活にかかる費用を助成についてお知らせします。ご覧の条件すべてに該当する世帯が対象です。令和6年4月1日から令和7年3月31日に支払ったご覧の経費が対象です。補助額はご覧の通りです。補助回数は1夫婦1回です。申請期限は令和7年3月31日月曜日ですが、予算に達した場合は受付終了となります。補助対象経費や申請方法など詳しくはホームページをご覧になるか、子ども政策課までお問い合わせください。続いてウォーキング大会命輝く湖と田園を歩こうについてお知らせします。5月18日土曜日の午前10時から正午まで行います。霞ヶ浦文化体育会館に集合し、山と湖を望むおよそ5キロのコースを歩きます。定員は先着順で30人です。4月30日火曜日から5月10日金曜日までに電話でお申し込みください。詳しくは健康増進課までお問い合わせください。最後は高齢者の補聴器購入費助成についてお知らせします。
受付開始日は4月25日木曜日です。ご覧のすべての条件に該当する方が対象です。助成額は補聴器本体1台分の購入費用の半額です。なお申請前に購入した場合は助成の対象外です。申請方法など詳しくはホームページをご覧になるか高齢福祉課までお問い合わせください。続いてウォッチング土浦です。今回は春の恒例行事真鍋の桜を楽しむ集いをお送りします。3月30日土曜日に真鍋小学校で毎年恒例の真鍋の桜を楽しむ集いが開催されました。真鍋の桜は明治40年に真鍋小学校を移築した際に記念樹として植えられました。樹齢100年を超え真鍋地区のシンボルともいえる桜の木です。昭和31年には中央の3本が茨城県の天然記念物に指定されています。今年は桜の開花が昨年より遅く多くがつぼみの状態でしたが毎年たくさんの花を咲かせ訪れた人たちを楽しませてくれます。桜を楽しむ集いなんですが今年で29回目を迎えます。この地区に住む人たちの、誇りになってくれてるんじゃないかなというふうに思ってます。またそうじゃなくちゃいけないかなということも考えています。子どもたちのやはり心の中に刻んでもらってですね、その子どもたち一人一人が大人になってもですね、ずっとこの真鍋の桜を愛してくれるようなこと、そういうことを一番大事に考えているところです。今年はちょっとまだ早いですけど早くね満開になればいい ね、 ね、はい、また来てみたいと思います。立派な木で満開になったんですけど土浦市に住んでるんですけど真鍋小の桜はまだ実は一回も見たことがないので今日来てすごい立派な木でびっくりしました。今年の真鍋の桜は満開とはいきませんでしたがそれでも桜の木の下には大勢の人たちが集まり訪れた人たちはうららかな春の陽気を楽しんでいました。最後に献血ご協力のお願いです。ご覧の日時会場で実施しますのでぜひご協力ください。マイシティ土浦いかがでしたか。これからも市民の皆さんに役立つ情報を盛りだくさんでお送りします。次回は5月1日が更新日となりますのでぜひご覧ください。今回は学生アナウンサー坂口がお送りしました。